この美しい風景の中を駆け抜けるのは最高ですね。うわー、これは絶品林道ですね。羊、すげえなー、ドウン海ですね。まあ雲海っぽいのかな。さあ行きましょう。今日はこの富良野の周辺をブラブラと回りますよ。やばいねー、十勝岳連峰。寒いな、外気温15度。おー、空気うめえ。原子ヶ原っていうところに行ってみましょうかね。5キロぐらいのダートですね。最高じゃないですか、独り占め林道。気を抜いたら一発で突っ込むな、これ。おー、クレイジーだねこの雰囲気。うん、薄暗くなってきたよ。かー、お、やばい、ぬかるみ。くー、うおー、セクシー。む、道幅狭くなってきた。うん、これはいける。ガレてるガレてる。はい、通行止めやめましょう。はい、楽しかった、雰囲気を味わっただけです。たまらないね、山の稜線がくっきり見えんな。かーい、やばい。うん、じゃあこれや、最高ですよ。やばい、なんですか、のどかですね。うん、気持ちいいです。あー、気持ちいい。ほら、結構今日も走るぞ。走んなきゃ損でしょ。探せばワインディングあるんだね。うわー、気持ちいい。やばい、うん、もう去年は直線しかないなと思ったんですけど、北海道って。そうでもないですね。そりゃそうですよね、そんなわけないよな。まあ YouTube に上げるときは晴れてるところとか雨降ってないところばっか切り出してあげると思うんですけど、実際は雨の方が多かったな。うん、おー、美しい、美しいね、美しい。この美しい風景の中を駆け抜けるのは最高ですね。極上ですね、ここね。極上のワインディングロード、道道253号線。うわー、あー、もう地元の人にとって当たり前の風景なんでしょうけど、これはぶっ飛びますね。まあ、どの道走っても大体こんな感じなんでしょうけどね。道の駅セブンがあるんで、ちょっと昼飯を調達しておきますか。さあ、食料補充 OK。 気持ちいい、いい天気ですね、本当。
分解だ。なんでタイミング悪い時にトンネルなんだ。ここか。入り口がややこしかったな。29キロもあんのかこれ。北海道来て走ったダートとはなんか土の質が違うな。やべ、あー危ねえ。石だ。どこに当たったんだろう。アンダーガードだったらいいんだけど、少しマシな路面になった。まあナビ上に道があるんですよね。道がちゃんと載ってるんですよね。これやはりな、砂ぼこりがあると思ったら先行車ありか。四輪が走ってますね。パンケニコロベツ林道、29キロ、オクトカチ峠まで上がってく林道ですね。おそらく登っていくと思うんだよな、高度が266メートル。川沿いをずっと走っていく感じですね。お、上がってくね。300メートル、少しずつ高度が上がってってる。お、荒れてるよ。標高ちょっとずつ上がってくね。うわー、これは絶品林道ですね。くわー、やべーなー、これラーメンツーリングにいいんじゃないですかね。どっち、こっちだ。すげー気持ちいい。よし、はい、落石注意。はいはい。うわーすごい、すごいよ。しかーうん、たまらねえ。これこういう林道を走ってみたかったんですよね。こうとことこ走るのいいですね。こうやってね、高度410メートル、だんだん上がってきた。うわー気持ちいい。川、これは峠が楽しみだな。おお、なんていう水の透明度。まあ何度も何度も川を渡りますね。もう一回、この道よくぞ作ったな。うわーやばいね、川がきれい。これはすごい、ずっとこんな感じなのか。むー、道は左の方が獣道っぽいけど。お、ここは通行止め。おーシェット、これいけんの。こっちはやめよう、こっち行きましょう。崩落してるね。やめよう。いやー本当いい林道なんですけどね。
まあ、今キャンプしてる場所で地元の方に聞いたんですけども、ここは走ったことないけど、なんかここ最近の災害で通行止めになってるところが多いって言ってましたね。まあもう一本奥に並行してペンケナンチャラ林道ってのがあるんですけど、その林道も結局は同じ場所に峠に着くんですけど、もうやめとこちょっと燃料が足りなくなるかもしれないんで、まあさっき買ったおにぎりとコーヒーでも飲みますか。おにぎりにコーヒーですよ。はい、川の音が癒されますね。十勝岳スカイラインを走りたいんですが、ちょっと眠くなっちゃったんでね、一旦ベースキャンプに戻って1時間ぐらい仮眠を取って出直したいと思います。みんな帰ってるね。